新越科学工業株式会社は、東京都千代田区大手町に本社を置く日本の大手科学メーカー。日経平均株価及びトピックスコア30、JPX 日経インデックス400の構成銘柄の一つ。東証一部の科学セクターにおいて唯一トピックスコア30に組み込まれており、日本の科学メーカーとして最大の時価総額及び営業利益を誇る企業である。 以下の5つの事業セグメントを展開し、多くの世界トップシェア製品を有する。塩ビ、化成品事業、塩化ビニル樹脂、半導体シリコン事業、シリコンウェハーシリコーン事業、シリコーン樹脂、電子、機能材料事業、合成石英、フォトマスクブランクス、フォトレジスト、機能性化学品事業、合成性フェロモン、メチルセルロース営業利益率の非常に高い、 メーカーとして知られ、営業利益約4000億円は、国内科学メーカーとして圧倒的な水準を誇る。同根企業は窒素、アサヒ火星、積水化学工業、積水ハウスなどがある。100%子会社のシンテックは、米国に世界最大の塩ビ生産工場を持ちさらに増設工事中。1926年9月16日、 日本窒素肥料と地元資本との合弁会社として長野県長野市に設立された。当初、新潟県中区引群、直越町の工場で日本窒素肥料水俣工場の技術を導入し、石灰窒素を生産していた。2018年3月末時点の子会社及び関連会社総数は140社である。主な企業、ありがとうございます。